証拠りもなくまた来たのかい。その説はどうも。気が向いたんでまた寄らせてもらったわ。どうだい、この塔は素晴らしいとは思わないか。そうね、はっきり言って悪趣味だわ。凛之助さんって意外とセンスないのね。まあ、君のような教養のない人間にこの塔の素晴らしさは理解できないだろうね。よく見ておくといい。これが僕の野望を叶えるための拠点、アワリティウムだ。アワリティウム、それがこの塔の名前ってわけね。安直に降臨塔っていうのかと思ってたわ。少なくとも妖怪の里ではそう呼ばれていたわよ。なんと下劣な。これでは幻想郷の民に品性を求めるなど絶望的だな。本来ならば君にアワリティウムの素晴らしさを語り聞かせたいところだが、今は少々立て込んでいてね。のんびりと君の相手をしているわけにはいかないんだ。そうは見えないけどね。不定の輩にアワリティアの秘跡を奪われてしまう。早急に対処しなくてはならないんだ。その奪われてしまった泡なんとかって、これのことかしら。それはまさしく僕の玉。わざわざ届けに来てくれたのかい。まさか、私が手に入れたんだからこれは私のものよ。あんたに返す筋合いはないわ。その答えは予想できていた。何もタダで返してくれとは言わない。交換条件だ。その玉を返してくれるなら君を僕の仲間にしてあげてもいい。はあ？そうすれば君も手に入れることができる。手に入れることができるって何を？この幻想郷の全てをさ。バカバカしい。幻想郷の全てを手に入れるなんてできるわけないじゃない。今の僕にとっては造作もないこと。今まで誰も成し得なかった幻想郷征服という野望、それをこの僕はたった一人でやり遂げてみせよう。悪いけど興味ないわ。私はね、平和な幻想郷で毎日ダラダラと過ごすことができればそれで十分なのよ。まっ、お賽銭はもっと欲しいけどね。よく考えてみてまえ、レーム。僕が幻想郷を支配することになれば全ては思いのままだ。平和を望むのなら反乱分子を一人残らず処刑してしまえばいいし、お賽銭が欲しいというのなら幻想郷のためにそれを強制すればいい。そうすれば君の望み通り平和な幻想郷で毎日ダラダラと過ごすことができる。なるほどね。理解してもらえた。ええ、よーく分かったわ。あんたを倒さないと幻想郷に平和が訪れないってことがね。ハハハハハ。
やっぱりね、こういう展開になるんじゃないかって思っていたんだ。ごたくはいいからさっさとかかってきなさい。この私が叩き潰してあげるからさ。面白いね。最高だ。さっき僕は言ったよ、反乱分子を一人残らず処刑する。その中にはハクレイの巫女である君自身も含まれていたんだ。そんなことだろうと思ったわ。幻想郷のすべては僕のもの、つまりは君も僕のものってわけだ。けど僕の思い通りにならないものなんて必要ない。ないものは全て排除しないとな。想像以上の力だわ。まずは凛之助さんを弱らせて、この邪悪な力の根源を引きずり出さないとね。さあ来なさい、ハクレイの巫女が相手になってあげるわ。おっと、我もいるぞ。世間を騒がす悪党め、この物のべのクトが成敗してくれるわ。やってないね。さすがはハクレイの巫女といったところか。正直恐れ入ったよ。この姿のままで勝てる相手ではなさそうだ。特別に見せてやろう、アワリティアの秘跡の真の力を。いよいよおいでなすったわね。あとはこいつを凛之助さんの体から追い出すことができれば。さあ踏ん張りどころよ、凛之助さん。もう少しだけボコボコになってもらうからね。ようこそ降臨堂へ。は？レイマ。もう何言ってんのよ、凛之助さん。
ここがどこだかわかる？どこって、もちろん降臨どうじゃない。よかった、元気そうね。あの世気にしちゃったんじゃないかって、ヒヤヒヤしたわ。おいおい、さらっと恐ろしいことを言うね。一体何があったんだい。僕には何が何だかさっぱりだよ。店でゴールドスフィアを磨いていたところまでは覚えているんだけど。それってほとんど覚えてないってことじゃない。とか言って説明するのが面倒なだけなんだろ。そんなんじゃないわよ。まったく、君ってやつは。はいはい、説明すればいいんでしょ。説明すれば、話せば長くなるんだけど。どういうわけなのよ、あの玉の正体って結局何だったの。それについては僕の中にあの玉の記憶みたいなものが残っているよ。ゴールドスフィアの正体は外の世界でパワーストーンと呼ばれているものでね、かつて手にするだけでどんな願いでも叶えることができると信じられていた石なんだ。へえ、外の世界には便利なものがあるのね。まあ実際には何の力もないただの石だったみたいだね。それでも人々はあの石に願いを込め続けた。願いを叶えることのできない石は願いという欲を消化することなく溜め込み続けたんだ。その効力が疑われるのにさほど時間はかからなかった。疑いを持たれた石は人々の記憶から消え、瞬く間に幻想入りを果たすことになる。まあお約束の展開ね。しかし話はまだ終わらない。石は幻想入りした後も人々の願いを溜め込み続けたみたいでね。その結果ただの石だったものは強力なマジックアイテムへと変質してしまい、再び願いの叶う石として人々に崇められるようになったんだ。皮肉なものね。石の力は強大で過去にも今回のような異変を引き起こしたらしい。まあ当時の白霊の巫女によってほどなく解決されたみたいだけどね。石の力は封印され、どんな願いでも叶えることができるという伝説だけが残ったんだ。ひょっとして凛之介さんもその恩恵に預かろうとしていたの。まさか。僕はそんなものに興味はないさ。ならどうしてあんな玉を大事にしていたの。あの玉はね、昔僕が世話になっていた店の主人からいただいたものなんだ。当時からあの玉の美しさには心惹かれるものがあってね、店に飾ってあった玉を飽きもせずによく眺めていたよ。主人はそんな僕の姿を見ていたみたいでね、僕が独り立ちする際にあの玉を譲ってくれたんだ。俺からの選別だ、大切なものだったのね。そうだね、とても大切なものだった。ごめんなさい、粉々にしてしまって。いや、いいんだ。君が選択した以上それが最良の結果だったと信じたい。ふーん、そっか。じゃ私はそろそろ帰るけど、凛之介さんはどうするの。家に帰ってゆっくり休みたいところだけど、僕の家はこの有様だしね。この塔って元は降臨堂だったんだっけ。忘れてたわ。一応は僕が作ったものみたいだし、しばらくはこの塔で生活してみようかな。意外とたくましいのね。利用できるものは何でも利用しないとね。というわけだから
いつでもこの塔に遊びに来てくれたまえ。いやよ、めんどくさい。この塔にはまだまだ不思議なことが眠っているはずさ。金銀財宝なんか。白霊の巫女としてはこの塔の安全を確認する義務があるわね。それでこそ霊夢だよ。神社で一休みしたらその不思議を探しに行きましょうかね。うん、待っているよ。それじゃあ帰りましょうか。下まで送るわ。ああ、すまない。よろしく頼むよ。それにしても、空を飛べないって不便だね。空を飛べる方が、残してどうかって。まさか自分で作った沼にはまってそのまま下のエリアへ落ちてしまうとはな。はあ、うかつだったわ。おや、誰もおらぬな。先ほどまでは天変地異さながらの騒ぎだったというのに。とりあえずダメ押しに火でも放つか。その方が後腐れなかろう。うわー、綺麗な石がいっぱい落ちてる。なんだこやつは。こんにちは。ここはあなたのお家？これはあなたの石？いや、ここは我の家ではないし、この石も我のものではないぞ。そうなんだ。やったー。悟り様へのプレゼントにしようっと。ふむ、頭が緩そうな輩だな。会話をすると疲れそうだ。こやつのことは無視して、我は帰るとするか。